鳥族さんえー、畜産業です。筋肉と食肉の関係についてのこだわりを聞きたいです。国産肉と外国産肉で筋肉への影響の違いがありますでしょうか別に国産と外国産で違いは別にないんじゃないですか競技力と食に、俺は別にそのなんつって、最低限必要な栄養素が取れてれば、 そんなに差は出ないって思ってます。はい。もしそれが本当にとてつもない差を生むんだったら、もう過去に高い記録を出してるを全否定してると思うんで、昭和の時代に日本記録を連発してる陸上選手とか、未だにその記録残ってたりするんで、うん、今ほど栄養素なんてね、データもなかったし、そんなことなかったのに、競技力伸ばしてる山ほどいるんで、はい。 うん、ぶっちゃけ、食、食とスポーツとかトレーニングの関係性はあんまり細かく言っちゃうと本当ほとんどがビジネスですね。ほとんどがビジネス。はい。これを食べた方がいいですよとか、これがいいですよとかっていうことほとんどビジネスなんで。だから、まあ、簡単に取りやすい栄養素とか、そういったものはあるし、実際に、サプリメントとかさ、なんかそういったものは、まあ簡単に取れて、あのー、食事をする時間がなかったりとか、そういったことに対して有効に働くと思うけど、 肉が国産だとか、外国産だとか、そんなことに関して、うん、競技力を大きく作用するような力はないと僕は思います。